ハロー YouTube、速稼塾の久保です。今日はね、ついに届いたんですよ、あの私の待ちに待ってたガジェット。それがですね、このアップルのイヤホンです。最新型なんでね、イヤホンが今さらこうやって私のレビューに乗るかと言いますと、ご存知の方もいると思いますけども、今回のね、アップルのイヤホンっていうのは私がずっとね、探し求めていた全ての機能が入ってるんですよ。これはすごいと思います。まずはですね、これ箱を開けてみて、大きさですよね。一つ目のポイント、これちっちゃいんですよ。これがイヤホンなんですけど、これ充電器なんですよ。パカッと開くと、これイヤホン本体が入ってますね。これ二つで、これをですね、耳にこうやってはめるんです、逆かはめるんですけども、もうこれでね、OK なんですよ。すごいちっちゃいんですよ。もう長いんですよね、普段のやつは。で、ぐっと短くなってこれだけになりました。だからちっちゃすぎるからなくす恐れがあります。それだけ気をつけないといけないですけどもね。で、これの何がすごいかっていうと、まあね、イヤホンのモードなんですよ。一つ目は通常のイヤホン、皆さんがお使いのイヤホンのように、こう、はめると音楽が聞こえますよね。音楽が聞こえるけど、外の世界の音ってのは基本的に聞こえなくなるじゃないですか。で、これがね、今回は入れると、外の会話とかも聞こえるんですよ。それはですね、ここにマイクがついてて、そのマイクが外の音を拾って、イヤホンの中に音を流し込んでくれるっていう仕組みなんです。感覚で言うと、そうですね、イヤホンをつけた暮らしがあるんじゃなくて、この暮らしに BGM がかかってるという、そんな感じです。ですんで会話も邪魔にならないし、遠くから声がしても聞こえるしって感じなんですよ。皆さんスーパーに行った時に店内に音楽流れてますよね。あの音楽が流れていても会話もできるし、特に不自由ないと思うんですよ。でも音楽が柔らかくかかってるのが意識できますよね、認識できますよね。あれと同じ感じなんですよ。だからこれからの人生全てに BGM が流れるって感じです。会話の邪魔とか、もう全然音声が入ってきにくいってことはありません。で、その機能っていうのは、まあ、ここにあるんですけども、まさにね、普通のイヤホンみたいに使うことも当然できます。例えば新幹線で音楽を聴きながら眠りたい時とかっていうのは、これをね、通常のモードにすればいいと思いますし、それでもですね、外の人と会話を楽しみながら音楽も聴きたいなって時は、そういうモードにすることもできます。で、音量のバランスも取れるんですよ。このイヤホンから聞こえてくる音量のバランスもできますんで、外の音とこのイヤホンから聞こえてくる音のバランスを取ってね、耳障りのない音に調整することもできます。いや、これすごいんですよ。だから軽いしね、当たり前か。で、このアップルのイヤホンっていうのはここに入れるじゃないですか。充電器に入れて、これでも充電が開始になるんですよね。これコネクターは当然いりますけども。で、アップルのその iPhone との認識ですけども、私買ってきてね、箱を開けるじゃないですか。開けて充電もせずにこれ近づけたら、もうデザリング開始なんですよ。で、もう使えるようになったんですよ。うん、それだけなんですよ。本当にね、買ってきて届いて、その運送屋さんが届けてくれて開封して、もうね、1分後には使えてるって状態なんですよ。これ周りの人にも使ってもらったんですけど、むちゃくちゃ感動しました。奇跡のアイテムですよ。まあ2万5000円ぐらいするんですけども、素晴らしく安いです。その2万5000円だったら、もう今後一切私はイヤホンをね、買わないです。イヤホン私いっぱい持ってるんですよ。ものすごくイヤホンのいろんな特徴が好きで買ったんですけども、ついにこれが出たかって感じです。ワイヤレスも当然ワイヤレスですしね。で、耳にはめて雑音もしないし、多分一生つけるようになると思いますね。これはすごいです。ぜひね、皆さんもお試しいただきたいと思います。AirPods Pro ですよね。これとiPhone の11 Pro Max、 もうこの組み合わせがもうまた久しぶりに Apple 最高、 Apple 大好きになりましたね。でも、まあ Apple のね、iMac は私が買うと不良品ばっかりなんで、もう買いませんけどね。 iMac とかね、 iMac も高いんですよ。50万ぐらいするじゃないですか。あれが1週間で不良品って分かって修理不能なんですよ。3年間何回もサポートに出して修理に出したけども、1回も直んなかったんですよ。もうダメだなと思いましたね。ハズレを使いましたね。で、MacBook Pro も全然ダメですね。 MacBook Pro も結局まともに使えたことがなかったんで、29,800円の LG のね、グラム、あっちの方が優秀でした。そうです、これなら歩いてても安全です。すごいいいですよ。外の音全く聞こえますからね。なんかね、聞こえにくいとか思うじゃないですか。むちゃくちゃ聞こえます。クリアに聞こえます。もう最高のイヤホンです。もうこれね、ぜひね、皆さん、24,800 円は高いかもしれませんけど、まあ2万5000円ぐらいだったかな、値段忘れましたけども、2万5000円前後ですよ。高いと思いの方、金額で見ないでください。クオリティで見た方がいいと思います。これ以上のイヤホンの進化はもうね、ないと思いますよ。すごいですもん。はい、以上です。